AS-203 の発射、アポロ AS-203 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、2度目に行われた、サターン IB 型ロケットの発射実験である。非公式には、アポロ2号と呼ばれることもある。AS-203 の主な目的は、2段目ロケット SE 部分のタンク内の燃料が無重力状態において、どのような振る舞いをするのかを調査することであった。 s e ブブは地球周回軌道から月に向かう軌道に投入する際、宇宙空間でロケットを再転化しなければならないため、液体燃料の挙動を知っておくのはぜひとも必要なことであった。そのためタンク内には83個のセンサーと2台のテレビカメラが設置されていた。今回は完全にサターン IB のみに関する試験飛行であるため、アポロ宇宙船は搭載されていなかった。 また SE 部部上部にロケットの飛行を自動的にコントロールする自動制御装置を搭載するのも今回が最初であった自動制御装置。写真はサターン V のもの1966年春に本来はこの前に飛行する予定だったアポロ AS-202 の指令機械船の準備が遅れたため AS-203 を先に打ち上げることが決定された。 第2弾 s イブ v は4月6日にケープカナベラルに到着し、第1弾はその6日後、自動制御装置はさらにその2日後に到着した。4月19日から37バイト発射台への設置作業が始まったが、AS-201 の時にも起こった基板の故障が、今回もまた発生したため、8000個もの部品を交換しなければならなくなった。またこの時点で、 ケネディ宇宙センターの発射台には、39A には、サターン V 型ロケットのモックアップ、34には AS、AS-202、37バイトには AS、AS-203 と、同時に3機のロケットが設置されていた。7月5日、AS-203 は、予定通り発射され、高度 188km の地球周回軌道に、投入された。 タンク内の燃料の挙動は予想された通りのもので、再点火は問題なく行われた。ロケットはその後週にわたって観測された後、構造的限界を調査するためにタンク内の圧力がどんどん高められ、限界値を超えた瞬間、爆発してコッパ未人になった。すべての実験は成功であった。エスイブブを製造したダグラス社は9月、ロケットの準備は万端であり、 いつでも月に行くことができると表明した。ありがとうございます。